と独特の文化を誇る長崎県。その風土から様々な工芸品やグルメが生まれてきました。長崎には全国的に評価されている名産品、特産品がたくさんあります。 Amazon 日本ストアで長崎の素晴らしい商品を私たちも応援しています。 Amazon 日本ストアには地域に根ざした生産者が作る伝統、技術、アイデアが詰まっています。その中から県内の名品をご紹介する、それがヒント地元応援団です。生産者が思いを込めて作った日本の名品に光を当てているアマゾン日本ストア。ピントでは月に1回、そんなアマゾン日本ストアに掲載されている商品の中から九州沖縄の名産品を県内のものを中心にご紹介しています。今回ご紹介するのは島原伝統のスイーツです。水の都島原で引き継がれた郷土スイーツ、寒ざらし。甘い蜜に浮かぶつるっともちもちの白玉。どこか懐かしさがこみ上げてくる素朴なこのお菓子をご自宅で味わえるパッケージ商品として製造している会社が島原市にあります。島原寒ざらし、玉の屋です。玉の屋って書いてますけど、ちょっとまだドキドキしてます。合ってますよね。こんにちは。あ、いらっしゃった。どうもいらっしゃいませ。お邪魔します。今日はありがとうございます。わざわざ玉の屋の工場と聞いて、はいはいはい、来たんですけども、はい、合ってますかね。あ、じゃあ、はい、合っております。すごくいい雰囲気の、そうですね、民家かな、はい、と思ったんですけども、はい、はい、もうもちろん実はですね、民家なんですけども、半分はまだ義理の母がですね暮らしている住まいなんですけども、ちょっと間借りしてるっていう形で、でこの場所を、工場としても現在でも使っております。そうなんですね。もともと銀行員だった稲田さん、地元島原のためになることをしたいと11年前会社を起こしました。私一番魅力的なものはやっぱりね、湧水じゃないかなというふうに思っておりますね。湧水の魅力と皆さんも馴染みがあるですね、昔ながらの名物の寒ざらしをですね、ちょっと商品として開発できないかと。どうぞ。失礼します。わあ、はあ、作ってる、丸めてますね。手作業なんですね。そうなんですよ、みんなで、はい、真心込めて丸めております。玉の屋がこだわったのは地元の材料。白玉の原料のもち米は島原市内の契約農家から仕入れています。そして水は島原の名水スポットの一つ、舞茸源水のミネラルたっぷりの湧水を使用。こねと熟成を何度か繰り返すことで白玉のもっちり食感が生まれます。いや、そして皆さん手つきが素早いですね、はい、そうですね、3つ4つをいっぺんに丸めたりということも、まとめ技が、そうですね、もちっとしてつるっとした食感、まあ、これが一番そのこだわりのシロップと合う食感なんで、まあ、それを目指しております。寒ざらしの蜜はお店によって秘伝の味があります。玉の屋のは最後まで飲み干せるというのが一つの特徴で、すっきりとした甘さを出すために使うのは島原半島産のハゼの蜜。かつて島原では木蝋の材料としてハゼの木がたくさん植えられました。今でも全国的に見ても良質なハゼの木が島原半島には残っているものですから、そのハゼの花から取れる蜜を使って寒ざらしのシロップを作っております。島原の人、お水、そして蜜もぎゅっと詰まってるってことなんですね。そうですね。
島原の自然の恵みを感じられる玉の屋の寒ざらしです。涼しげな黄金色にもうこのコロンと入った白玉が可愛いですよね、はい、じゃあいただきます。いや本当にもちっとつるっとっていうのが一緒になってて、もう蜜とこの白玉が一緒に入ってくる感じがこの寒ざらしですよね、はい、いやそれが本当にお家でも食べられるってことなんですよね、はい、そしてやっぱりこの島原が詰まっているって思いながら食べると本当になんかこう懐かしくなるような、こうほっこりするような、 そうですね、そんなこう優しい気持ちになるお味です、はい、商品は白玉と蜜が別々になっています。食べるときは蜜のみ冷蔵庫で冷やしましょう。もちもちの寒ざらしが自宅で簡単に楽しめると好評です。この寒ざらし、たくさんの人に知ってもらって、町の魅力を知ってもらって、この我が町島原にお越しいただく、たくさんの人がお越しいただけるようになることが一番の目標であり夢なんですよ。ぜひそれを実現するためにこれからも頑張っていきたいと思っております。この寒ざらしを食べて、もう島原を思い浮かべて、そして実際に来てほしいですね、はい、そんな玉の屋の寒ざらし、スタジオにもご用意しました。ありがとうございます、はい、いただきます。どうぞ。うわー、もう可愛いコロンコロンとして、蜜と一緒に、もっちもち、お二人の表情がね、なんかもちっと見えてきました。優しい蜜の甘さ ね、 ね、飲めるんですよこのね、そうそう蜜がね、飲んでますよ私は。ごくごくいけちゃうと言いますか、本当に美味しい島原の水を使ってね、あの風景もぎゅっと詰まっているようなね、食材にもこだわってらっしゃるんですね。そうなんですよ、島原さんのもち米をまあ生産する農家さんっていうのはほぼいないんですけども、はい、玉の屋は島原さんの寒ざらし粉を使っているとい う、 もう素材のこだわりぶりでして、また日持ちも10日間ほどするというのが嬉しいですよね。もう現地に行かないと食べられないと思ってたけれども、自宅でも、食べられるというのがありがたいで す、 ですよ。もう全国の人に食べてほしいという思いでおよそ1年間かけて開発された玉の屋の寒ざらしです。ぜひ皆さん食べてみてください。今日ご紹介しました玉の屋の島原寒ざらしは Amazon 日本ストアから購入できます。ピント地元応援団のウェブサイトからもアクセスできますよ。 Amazon 日本ストアでは他にも九州沖縄の一品が紹介されていて、日本各地の名産品特産品を応援しています。ぜひチェックしてみてください。以上、ピント地元応援団のコーナーでした。